にゃくにゃんなの皆様、申し遅れましたが、今日は自己紹介をしたいと思います。みんなね、私のこと何者って思ってるかもしれませんけど、名前はニーナです。好きな食べ物はハンバーグです。他にはエビフライ、あとはカレーライスです。みんなと一緒です。好きな漫画は東京グールが好きです。キングダムとかも見ます。映画は SF 系が好きです。なんかハリーポッターとかスパイダーマンとか、なんだろう、でも次見たいのはブラックパンサーです。古いけど、どちらかというと私はマーベル派です。ごめんなさい。バットマンがスーパーマンと戦った時のカッチカチの鎧を着てきた時は興奮しました。だから爪の出ないヒュージャックマンは好きじゃありません。爪が出てこそヒュージャックマンです。音楽はユイが好きだったんですけど、ドイツに行ってる間にいつの間にか引退してグループになってました。その時の感想はなんか、あ、そうですけど、引退したんやーって思ってたらグループで誰やねんっていう人たちに囲まれてすごいなーっていう。ユイで、ユイの曲で一番好きなのはオールクワイエットエンドで、なんか太陽の歌の、こういうか、主題歌わかんないけど、実際に少年時がやってたんですけど、兄も一緒にやってて、兄が相手に蹴られた瞬間に腕がボキって言って、それで怖くなってやめました。まだ始めて2週間なのにこんなに人が集まってくれてありがとうございます。さっきドイツって言ったんですけど、パティシエの勉強をしててドイツにしばらく住んでました。日本人はドイツビールイコール常温って結構言うんですけど、コップが冷えてないだけでキンキンなビールがちゃんと出てきます。ドイツに行った時はぜひダンケー、ありがとうっていう意味なんですけど、ダンケーとハローは使うともうドイツ人めっちゃ優しくなるんで、ぜひ使ってください。なんかドイツ人は自分の母国語を使ってくれるって思ったら嬉しくなって、ああこの子かわいいって思って優しくしてくれます。あ、なんかすごく優しくしてもらった時はフィーランダンクって言って感謝してあげてください。なんだろう、なんかちなみに私が住んでたところ、住んでた家は地震がないので築100年でエレベーターもなく7階建てなのに屋根裏部屋でした。そんな感じで私のプライベートなこととかもどんどん言っていきたいと思うので、 Twitter もフォローしてくださいね。お願いします。あとコメント欄なんですけど、弁当は2つまでぐらいにしといていただけたら嬉しいです。だいたい返事返しますんで、あとコメント欄で喧嘩はしないでね、消しちゃうよ、どっちにもつかないからね私は。そして私が他の YouTuber のコメント欄にいた時は声をかけてね。仕事中でも実は携帯いじってます。まあそんな感じです。ではまた。